え皆様、新年明けましておめでとうございます。えー、それぞれ希望を持って新年をお迎えのことと存じます。本年もよろしくお願いをいたします。えー、本日は私からえー2点についてご報告を申し上げます。はじめに、特別国民体育大会、冬季大会、スケート競技会、アイスホッケー競技会における未来へつなぐ取り組みについてお知らせいたします。 モニター画面をご覧願います。はじめに大会の開催概要でありますが、党首を含む6団体が主催し、今月28日から2月5日までの9日間の日程で開催される今国体は、令和2年開催の第75回大会から3年ぶり。 全国最多のの14回目となるものであります。参加人員は選手、監督が約1430人選手、選手団本部役員約320人を含む計2300人余りを見込んでおります。大会日程及び会場は表のとおりであり、開始式は1月28日に八戸市公会堂 スケート競技会の表彰式は2月2日、アイスホッケー競技会の表彰式は2月5日に、それぞれ YS アリーナ八戸で行うほか、各競技は当市と南部町の4会場において実施されます。次に大会テーマ、スローガン、シンボルマーク、及びポスターはご覧のとおりであり、大会テーマであります、未来へつなぐ、 八戸国体は今大会が国民体育大会から国民スポーツ大会への名称変更を前に開催される最後の大会となりますことからこれまでの冬季国体の歴史と関わってきた人々の思いを国民スポーツ大会へつなぐ大会にしたいという願いが込められております今大会の開催準備にあたりましては この大会テーマに沿った未来へつなぐ取り組みを実施しております。はじめに、スポーツ国体を未来へつなぐための具体的な取り組みといたしましては、京都八戸で開催された当期国体の歩みを振り返るとともに、大会に携わる人々の思いを未来へつなぐ内容の展示会、 八戸国体メモリアルギャラリーを大会期間中、八戸市美術館において開催いたします。また、園児からの応援メッセージや、小中学生による各都道府県の応援のぼり旗の作成、競技会の観戦、応援、中高生や地域の皆様に大会運営にご参加いただくなど、スポーツを見る、 支えることの楽しさを感じてもらえる機会を作るとともに、経済界有志からのご協賛を得て、記念品の作成や大会参加者の歓迎を行うなど、全国から来会される皆様に喜んでもらえる大会として参ります。さらには、2026年に開催予定の青のきらめき、青森国スポの PR を行うことで、 1977年のアスナロ国体以来となる本県での大会開催に向けた機運の情勢に取り組むこととしております。次に地域を未来へつなぐための取り組みといたしましては、開始式での歓迎アトラクションを小上神社の法領神楽八戸市スポーツ大使が指導するバトンチームアリエスに担当していただくほか、 ツイッター、インスタグラムといった SNS の活用、八の上、県域連携中枢都市圏の近隣町村との連携を生かした大会情報と地域の魅力の発信により、スポーツの振興、文化の発展、地域経済化を図ってまいります。また、競技会場周辺の町内会などからご協力をいただき、郷土料理等のおもてなしや、 清掃活動が行われる予定となっており、今大会においても地域のホスピ,リタ,リホスピタリティ溢れる大会運営としたいと考えております。次に環境未来へつなぐための取り組みといたしましては、大会の実施要項や開催報告書の電子化による紙媒体の削減を図るほか、青森りんごの選定紙を活用した 表彰状の作成、環境に配慮した団体ユニフォームの採用や、リサイクルコットン製の大会記念バッグの選定を行っているほか、バスや宿泊、弁当事業者と連携した取り組みを行うことで、環境や資源を未来へつなぐ持続可能な社会を目指すこととしております。 これまでご紹介してきました取り組みの実施により、冬季国体の歴史と関わってきた方々の思い、観光資源、大会を支える地域のホスピタリティをスポーツの輝かしい未来につなぐ大会にしたいと考えておりますので、大会期間中は各競技会場に足を運んでいただき、地元選手はもちろんのこと、 全国からの出場選手に熱い声援をお願いいたしますえ次に八戸市防災教育 DVD についてお知らせいたします市ではこのたび市内の児童生徒及び自主防災組織等の防災教育に資することを目的に八戸市防災教育 DVD を制作いたしました 本 DVD は約40分程度の動画となっており、内容といたしましては、令和3年度に実施しました、八戸市総合防災訓練の様子と、東日本大震災など、県内の災害に関する映像,映像アーカイブの2部構成となっております。八戸市総合防災訓練の映像では、消防本部の協力を得て、 火災予防や救急活動を紹介する防災戦士ダッシュ -119 によるシェイクアウト訓練や地域の自主防災訓練を中心にコロナ禍における避難所開設受付訓練の様子を紹介し災害が起きた場合の対応を学ぶことができますまた県内の災害に関する映像アーカイブでは 昭和43年5月に発生した十勝沖地震や平成6年12月の三陸春岡沖地震、そして東日本大震災など、県内の災害映像を収め、当時の災害の様子を知ることができます。過去の災害の情報や教訓を次の世代へ継承していくことは、 今後の被害を防ぐためにとても重要なことであり、そのため市では本 DVD を市内小中学校等の学校施設や市内の自主防災組織へ送付し、防災教育の場で防災ノートと合わせて活用していただいたり、市内の自主防災組織の日頃からの備えや訓練等に活かしていただくことで、蜂の消し、 全体の防災力向上を図ってまいりたいと考えております。私からは以上でございます。